エジプト第十八王朝。エジプト第十八王朝。紀元前1570年頃引く。紀元前1293年頃は、新王国時代最初の古代エジプト王朝。政権としては、第二中間期の定ベ、古代エジプト後、ネウト、現在のルクソール政権である。第十七王朝と完全に連続した政権であるが、エジプト統一を成し遂げた、イアフメス一世以降は、 第十八王朝とするのが慣例となっている。エジプトの再統一による国力増大によって、数々の大規模建築が残され、ヌビア、シリア地方に勢力を拡大し、オリエント世界に歯を唱えた。古代エジプトのナポレオンと称されたトトメス三世、世界初の一神教とも言われるアテンカミ信仰を追求したアメンヘテプ四世、アクエンアテン。 黄金のマスクによって知られるトゥトアンクメン、ツタンカーメン、女性としては初めてエジプトに実質的な支配権を確立したハトシプストなど古代エジプトの代表的な王が数多くこの王朝に属している。王朝後半には王党が断絶したと考えられているが最後の王、ホルエムヘブはその混乱を克服し最小ラムセス一世を後継者に指名した。彼が 第十九王朝を開き、新王国の繁栄はなおも継承された。第二中間期に、テーベを中心に支配権を持っていた第十七、王朝は、ゲエジプト、ナイル川三角州地帯東部を拠点とした第十五、王朝、ヒクソスの覇権の下にあった。やがて世間縁ら王の時代に、対、ヒクソスの軍事行動を開始し、息子のカーメス、イアフメス一世と三代にわたる、 戦いの結果、第15王朝の根拠地アバリスを制圧して、全エジプトを統一した。このエジプト統一という事件を重要視し、マネとは、イアフメス一世以降の王を第18王朝としており、現代の学者たちの区分もこれに従っている。ヒクソスや彼らに関係した戦いについては、ヒクソス、エジプト第15王朝、エジプト第17王朝を参照。 イアフメス一世は、ヒクソス勢力にとどめを刺すべく、ヒクソスのパレスチナ地域における拠点であったシャルヘンを攻略するためのパレスチナ遠征を、地世第十一年から開始した。三年にもわたる法囲戦の末シャルヘンを陥落させ、ここに、ヒクソス勢力は、完全に放築されるに至った。そして、ヒクソス、第十5王朝のアペピオの娘、ヘルタオヒとして迎え、これによって、 ヒクソスがシリア地方に持っていた統治権を継承したと主張した。こうしてパレスチナ地域の支配権を確立した後、イアフメス一世は矛先をヒクソスの同盟国であったヌビアに向けナイル川第二幕府付近までを征服した。以後ヌビアは南の異国の王子という称号を持つ総督によってエジプトの直接支配のもとに置かれることになる。こうして南北で国境を固めた後、 イアフメス一世は、中央集権を確立すべく内政の充実に力を注ぎ、官職の売買などを禁止して、人事権の掌握に努めた。イアフメス一世の後、息子はメンヘテプ一世、前1551年前1524年が即位した。彼は30年近い統治年数を持つにもかかわらず、記録をあまり残していない。しかし、 官職の売買に関する文書などは、彼の時代に完全に姿を消すことから、不王の路線を継続して、内政の充実に努めていたと考えられる。彼の時代のとりわけ重要な事業は、帝米の主審であり、エジプトの国家神となる、アメン人信仰の中枢、アメンオーミワデン、カルナック神殿の拡張計画の開始である。以降この神殿は、ローマ帝国時代まで、継続的な修復。 回収、拡張が繰り返され、今日にもその異様を残している。アメンヘテプ一世の後に王位を継承したのは、トトメス一世、前1524年前1518年、であった。トトメス一世とアメンヘテプ一世の血縁関係は、不明瞭であるが、おそらく義形弟であっただろうと言われている。というのは、トトメス一世が、アメンヘテプ一世の妹を妻としているからである。 トトメス一世自身は軍人の出であり、このような場合しばしば王朝の交代とされるが真似とは連続した王家とみなしている。トトメス一世の知性は短いが、輝かしい軍事的成功と偉大な建築家の存在によって一時代を隠した。トトメス一世は大規模なアジア遠征を企画した。この遠征は当時メソポタミア北部で勢力を拡大していた未完に王国に対して行われた。 ものであった。ミタンニは当時近隣のアッシリアやヒッタイトを圧迫しながら、その勢力を拡大しており、相番エジプトの支配するシリアパレスチナにおいても深刻な脅威となると見られた。これを排除するために行われたトトメス一世の奇襲攻撃は成功裏に終わり、ミタンニ側に組織的な抵抗を許すことなく、逆さに流れるかはユーフラテス川まで進軍。 ユーフラティスカ藩のカルケミシュ近郊に境界石を置いてエジプトの部位を示した。トトメス一世はこの勝利をアメン神に感謝しカルナック神殿に戦利品を寄進するとともに神殿をアメンヘテプ一世時代以上に拡張した。現在に残るカルナック神殿の基本的な部分はこの時作られたものである。遠征の戦利品をカルナック神殿に 起進するのは以後エジプト王の慣例となる。さらに、エジプト歴代王の王母が集まる土地として名高い王家の谷が形成されるのも彼か、それに前後する時代である。王家の谷の建設に深く関わったと考えられる。交換稲荷に関する記録が残されている。トトメス一世は、ヌビア地方においても成功を収め、ヤフメス一世が征服した領土をさらに南に押し広げた。 王家の谷については、王家の谷、及びエジプト神王国を参照と。トトメス一世が死去すると、トトメス二世、前1518年前1504年が即位した。彼はトトメス一世の息子であり、彼の二人の兄が溶接していたため王位を継承することになった。しかし、トトメス二世は病弱であった上、彼の母は即室であり、血統的正当性は、 万弱とは言い難かった。このためトトメス一世と、聖品やフメスの間に生まれた子供の中で唯一、生きていたハトシェプトウ生として迎え、大井継承の正当性を強化しようと努めた。トトメス二世は病弱とは言え有能な指導者であり、ヌビアでの反乱鎮圧などでは、大きな成果を上げていたが、宮廷内の問題、特に大井継承に関する、それは、彼の思うようには運ばなかった。 トトメス二世は、即室との間に設けていた、王子トトメス三世に王位を継がせたいと考え、トトメス三世を後継者に指名した。トトメス二世が死去すると、彼の遺言,言通りに、トトメス三世、前1504年全1450年が即位した。しかし彼は、まだ幼く、ハトシェプスとは、摂政、共同統治者として、実権を握った。 共同王とは言っても、トトメス三世の存在は無視され、事実上、ハトシェプスト、前1498年前1483年がすべての権力を握った。ここに、エジプト史上初めて実質的な最高権力を女性が握ることにな。ハトシェプスト時代は目立った、対外遠征が行われておらず、大きな反乱もなく長い平和が続いた。この平和の中で、 エジプトの国力は拡大を続けており、数世紀ぶりにプント国、現在のソマリア地方など、アフリカ方面へ大規模な交易体が派遣された。これをはじめとして、貿易活動は極めて活発化し、数々の建築や芸術も花開いた。特にハトシェプストが自らのために作らせた巨大な他。 いわゆるハトシェプスト女王層祭殿は古代エジプト建築の偉大な成果の一つである。ハトシェプスト女王層祭殿ほか新王国時代の遺構についてはエジプト新王国を参照。ハトシェプストがその力を大いに発揮していた時代共同王であったととめす三世がどのように生活していたのかほとんど記録に残されていない。 その後、ハトシェプストは50歳前後で病死することになるが、その後即位したトトメス三世は、ハトシェプスト女王の記録を抹殺することに全力を挙げた。ハトシェプストが建てた多くの記念建造物からその名が削り取られ、ハトシェプストの彫像や彼女の側近の墓はその多くが破壊された。以後、王名表などの歴史記録にはハトシェプストは正式の 王としては記載されなくなるのである。この行動については、諸説あるが、大きく以下の二つに分かれる。ハトシェプスト時代の長い平和の間に、アジア方面では、エジプトの覇権に危機が訪れていた。それはかつてトトメス一世によって、シリアパレスチナから排除されたミタンニ王国が、シリア北部のカデ州を名手とした、対エジプト同盟を結成させて、 エジプトの影響力を削ぎ落としにかかり、やがて、カデシュオーラに、パレスチナの要衝、メギドを占領され、シリア北部におけるエジプトの創始権は失われて、しまったのである。こうした状況に対し、トトメス三世は、単独統治開始後わずか半月で、アジア遠征を開始した。新発から10日で、ガザに到達して、町を占領した。 これに対し反エジプト勢力はエジプトからメギドに向かう道を封鎖してエジプト軍を待ち構えたがトトメス3世はカルメル山の峠道を強行突破して敵軍の胸を突き圧勝した。反エジプト諸国の軍はメギド市に撤退して牢城したがこれも7ヶ月間の包囲戦の末陥落させたのであるメギドの戦い。この勝利はエジプトのシリアパレスチナ支配の転換点となった。 トトメス三世は降伏したシリア地方の諸国に対して忠誠を誓わせたが、さらにシリアに対する支配を強めるために王に対して王子を人質としてエジプトに送ることを定め、シリアをいくつかのタンクに分けて監督官を置いた。もっとも、この勝利の後も、カデシュ王をはじめとして、シリア地方の諸国はしばしばエジプトに敵対的な態度を示した。トトメス三世は以後、 夏が訪れるたびにアジア遠征を繰り返し、その回数は地勢の終わりまでの間に17回に達している。エジプトにとってこうしたシリア地方支配における最大の問題は同じくシリアへの勢力拡張を狙うミタンに王国であり、支配を盤石のものとするためにはミタンにそのものを撃退する必要があった。これを機として行われたのが、 トトメス三世の治世十三年に行われた第8回のアジア遠征で、トトメス三世が行ったアジア遠征の中で最大の規模を持つものである。エジプト、ミタンニ両国の軍は、ハラブ、アレッポ付近で遭遇、戦闘が行われた。トトメス三世はこれに勝利し、敗走するミタンニ軍を追ってユーフラテス側に到達、さらに川を越えて前進し、シリアから、 ミタンニ軍を放築した。トトメス三世は勝利を収め、かつてトトメス一世が行ったように、ユーフラテス川沿いに境界石を建設すると、キトに造狩りをするなどの余裕を見せて凱戦した。この勝利はシリアにおけるエジプトの権利を国際的に承認させることに繋がった。ミタンニ以外の当時のオリエント世界の大国、すなわちヒッタイトとバビロニア、 カッシート長がシリアにおけるエプトの地位を承認する、使者を立てた。なお、シリアでは、カデシを中心に反エジプトの動きがあったが、やがて完全に地圧された。17回のアジア遠征によって、シリア支配を確立したトトメス三世は南方二軍を転じ、ナイル川ー第四幕府のナバタ地方までを征服。エジプトは、史上空前の勢力を確立するに至った。ヌビアは、 第二幕府を境に、下ヌビア、ワワトトウエヌビア、区ュに分割され、それぞれに副総督が置かれて、ヌビア総督、南の異国の王子を補佐する体制が築かれた。以降ヌビアからは、毎年3 0 0ラムに達する金が奉納されたという。このような成果を見て、近代の学者ジェームズ・ヘンリー・ブレステッドは、トトメス三世を、古代エジプトのナポレオンと評したのである。 第18王朝の王家は、アメン神官団と密接な関わりを持った。エジプトの国家神であるアメンダーは、対外遠征の勝利をもたらす神として崇められ、遠征のたびに、アメン神皇の中枢カルナック神殿は膨大な、戦利品が寄進された。とりも直さずこれは、アメン神官団の経済力拡張に結びついていった。歴代の王は、アメン大司祭の強力な補佐を受けており、 ハトシェプストの権力確立やトトメス三世の地位学会においても大きな役割を果たしていたがエジプトの国力慎重による大側の意識変化やアメン神官団の勢力があまりに拡大を続けたために王とアメン神官団の間にはやがて緊張関係が生じるようになったトトメス三世の後に王位を継承していったアメンヘテプ二世 前1453年前1419年、トトメス四世、前1419年前1386年の時代は、この対立が次第に顕在化していく時代である。トトメス三世が老齢のため死亡すると、彼が征服したシリア諸国では直ちに反乱の火の手が上がった。後を継いで即位したアメンヘテプ二世は速やかにこの反乱を鎮圧し、 ヌビア地方でも、同様にして、現地人を威圧すると、以後は、比較的平和な時代を継続した。しかし、アメンヘテプ二世は、王とアメン神観覧の関係を微妙に変化させていた。地政第7年と第9年に行われたアジア遠征の際、彼は、この遠征について記した石碑を、アメンオミワデン、カルナック神殿だけではなくメンフィスのプタハダイ神殿にも収めたのである。 これは同一の石碑を両方に奉納することで、深格のバランスを取ろうとしたものと考えられる。それだけにとどまらず、彼はヘリオポリスのアトゥム神やラーホルアクテ神に対しても同様の配慮を見せ、アメン神官団との間に一定の距離を取ろうとしたことが明らかである。アメンヘティップ二世の後を継いで王となったトトメス四世の即位にあたっては、特徴的な説話が残されている。 トトメス四世が即位する前、キザ付近の砂漠で戦車に乗ってライオン狩りをしている。最中、スフィンクスの傍らで休息をとっていると、夢にスフィンクスが現れ、スフィンクスは、自らの体を覆っている砂を取り払うならば、トトメス四世に王位を約束すると言ったのだという。スフィンクスは、当時太陽神ラーを象徴するとみなされていたことから、この説話は、 トトメス4世の即位にヘディオポリスの太陽が未数が大きな役割を果たしていたことを示すと考えられる。このように即位時点からアメン神官団と距離をとっていたトトメス4世はさらにその影響力を排除すべく数々の手段を講じた。とりわけ慣例的にアメン大司祭が兼任することになっていた上下プト神官朝食にアメン大祭司、アメンイエムハトではなく、 副神の長兵初期ホルエムヘブを任命しており、アメン神官団の影響力をそごうという意図が明白であった。続く、アメンヘテプ三世、前1386年前1349年の時代にはより一層、大川のアメン神官団に対する人事的介入が進んだ。というのは、アメンヘテプ三世は、アメン大司祭職に、 アメン神官ではないプタハメスを任じたのである。プタハメスの後には、アメン神官側の巻き返しもあり、アメン神官であるプタハメスがアメン大司祭に就任したが、上下エジプト神官長職には、プタハ大司祭とト,トメスを、アメン第二司祭職には、オーヒティの兄弟、アネンを任じ、アメン神官団の動きを牽制した。アメンヘテプ三世は、 このような方策によって国内における自分の地位を確固たるものとし、建築活動、対外交渉において大きな成果を上げていった。アメンヘティプ3世の軍事活動に関する記録はほとんどないが、彼の建築活動はエジプト市上空前の規模で行われ、今日においても彼が建造した建物は数多く残されている。アメンヘティプ3世を上回る建築活動を行った、 王は、以後にもエジプト史上最大の王と言われる、第19王朝のラムセス2世しかおらず、まさに、アメンヘテプ3世の知性が、第18王朝の最盛期ということが切る。彼の建築した建物の中でも、代表的なものを挙げれば、現在丸タ王宮の名で知られる、人造庫を伴う巨大王宮や、その2キロメートルほど北に作られたテーベ最大の、総祭殿などがある。 この総裁殿は現在では原型を止めないが、アメンヘテプ3世の巨大な座像が残り、メムノンの巨像の異名で知られる。メムノンの巨像に次いで、大きなカルナック神殿の赤花工岩製の陶像、ルクソール神殿とカルナック神殿を結ぶ参道のスフィンクスなども特に目立つものの一つである。他にも彼にまつわる建造物は、ヌビアからゲエジプトに至るエジプト全域で発見されて、 おり、その多くは現在観光名所となっている。こうした巨大建造物の建築にラツワンを振るったのは、アメンヘテプ三世の長身であった、ハプノコアメンヘテプであった。彼は、低い身分の出身にもかかわらず、前日のメムノンの巨像を、はじめ多くの建造物の説に携わるとともに、晩年には王女、里アメンツキの完在人にまで上った。こうした功績によって彼は、 オートールと並んで総裁殿の造営が許可されており、これは異例中の異例の出来事である。アメンヘティプ三世にまつわる建造物などについては、エジプト新王国を参照。長きにわたって、シリアの支配権をめぐって対立を続けていたエジプトとミタンニの関係は、アメンヘティプ二世の治世晩年から変化し始めた。これは、アナトリアで勢力を拡大するヒッタイトがシリアへ、 侵入する動きを示したためである。とりわけ、トドハリア一世の時代ではその傾向が顕著で、アリ、ハラブ、アレッポ、ミタンニを相次いで破り来た、シリアに侵入した。この事態を受けて、エジプトとミタンニは、長年の対立を収束させて、講和の席を設けることになった。トトメス四世時代に、この講和は成立し、トトメス四世の後宮に、ミタンニ王の娘が入り、 同盟関係が結ばれた。こうして、エジプトとミタンニの同盟を軸に、シリア地方の政治情勢は安定することにな。アメンヘテプ三世もこの路線を継承しており、エジプトミタンニ同盟は継続された。彼はミタンニ王の娘をめとっており、婚姻を軸にした同盟が行われていた。トトメス四世やアメンヘテプ三世はこれらの婚姻を成立させるために婚姻を繰り返し、 ミタンニに打診していた。アメウヘテプ三世はギルヒパをめとって以降他のオリエント世界の諸国との間にも同様の関係を結ぶ方針を立て数多くの王女がエジプトの高級に腰し入れした。具体的なところではカッシート朝バビロニアの王女二人やアルサワ・キプロスの王女の存在が知られている。こうした婚姻外交はエジプトに異国の王女が嫁ぐことはあっても エジプトの王女が外国にとつぐことはないという一方通行のものであった。カッシート町バビロニアの王がエジプト王女との婚姻を依頼した際にはアメンヘテプ3世は取り付く島もなくこれを拒否している。つまりはアメンヘテプ3世はエジプトを上位としたオリエントの国際秩序を希求していたのであった。こうした王女の腰入れの見返りとしてエジプトから 周辺諸国に膨大な量の金が提供された。オリエントの各国はしばしばエジプトに金を求める外交書館を送っており、こうして提供される金はエジプトの影響力を広く浸透させるのに役立ったのである。アメンヘテプ三世の年長の王子トトメスは溶接し、別の王子アメンヘテプ四世、前線三3 5 0年前1334年が即位することになった。 彼はアメンヘテプ三世時代に共同統治者であったという説があり、これをめぐっては長い論争があるが結論が出ていない。アメンヘテプ四世は唯一の神、アテンに対する信仰という独自の宗教政策によってあまりに有名な王である。アテン神は太陽神であり、古くは中央国時代から日輪を象徴した形で登場するが、 この時代に重要性を極めてました。すでに、アメンヘテプ三世時代に、王室所有の船の名前に、輝けるアテンの名が用いられるなどしていたが、不王の後を継いだアメンヘテプ四世は、長期にわたって続いていた王権と、アメン神官団との対立を、決定的に解決すべく、アテン神を唯一の神とする、宗教改革を実行したアマルガ革命。即位後間もなく、 アメンオーミーワデン、カルナック神殿の東側にアテン神殿を建設するという決定を下した。並行して、エジプト各地にアテン神殿が建設され、さらに地世第4年には、神とアケトアテン、アテンの地平線、現在のアマルナの建設を決定した。この神と建設の意図は、アテン神信仰の総本山を確保することにあったので、あろう。そして地世第6年目までには、 自分の誕生名、ラーの子名を、アクエンアテン、アテンにとって有用なるものに解消し、アメン人信仰との決別が、高らかに宣言された。王妃であったネフェルキティにも、ネフェルネフェルアテン、アテン神の麗しき日という習字が付けられるようになっている。地世第9年にはアテン神の公式名は、アテンとして帰ってきた父ラーの名によって、地平線で歓喜する。 地平線の支配者らと変更され、これと前後して、アメン神官団を中心に異なる神に使える神への迫害が始まった。アメン神の名前が刻まれた記念物からは、これが取り除かれ、対象は、欧米のアメンエテプにさえ及んだ。各地のアメン神殿が閉鎖され、他の神々の神殿に対しても、アメン神殿に対するほど徹底的ではなかったが、 介入が行われ公的な祭祀は停止された。製造美術においては人が倒した神の描写が否定された。このようにして崇拝が行われたアテン神は、エジプト人のみならずあらゆる人々に恩恵を与えるとされたことや、王による祭祀の独占など、帝国的に拡大したエジプト神王国にふさわしいいくつか要素を持っているかに見えたが、 アテン信仰がエジプト人全般へと広まることはなかった。現在までに分かっていることでは、アテン神信仰は、実際には、悪縁アテン王と、取り巻きの少数の管理の間に広まっただけであり、アテン神のための首都アケトアテンの住民でさえ古い、信仰を維持していたことが分かっている。これは、伝統的な宗教観の急激な変化は、多くのエジプト人の受け入れるところとならなかったことや、 アメン神官団をはじめとした初神官の抵抗に加え、アクエンアテン王自身がアテン信仰の普及と大よりは、自分と神の交換の方に熱中していたためと言われている。しかも、アクエンアテン王チヨにはシリアにおいて、ヒッタイトのシュッピルリウマ一世とアムルジンのののの、活動によってエジプトの支配が交代し、残されたシリア南部の領土にも、離反の動きが出始めいた。 こうした外交的失敗はアテン神の力に対する疑問を呼び起こさずにはいなかった。やがてアクエンアテン王が死去するとアテン信仰は激しい逆風にさらされることとなる。アクエンアテン治世末期、彼の弟、または息子であるスメンクカーラー、前1336前1334が共同王の座についていた。彼の統治機関は大半が アクエンアテンとの共同統治であったと考えられていが、アクエンアテンの死後間もなく死去した。そのため別の王族である、トゥトアンクアテン、前戦三十四、前戦二十五が擁立された。トゥトアンクアテンは、即位時わずか九歳であり、政治的実権は、最小の愛と将軍、ホルエムヘブが握ることになった。この両名の主導のもと、アテン神信仰は廃され、 伝統的なアメン神を中心とした神々への信仰復活が行われた。トゥトアンクアテン王の治世第四年に王名がトゥトアンクアメン、アメン神のイケルに姿、ツタンカーメンに変更され、王妃の名もアンケセンアメンと改められ、党、かつての首都メンフィスに移すことが宣言された。ただし、こうした伝統信仰への復帰がアメン神刊団などの神刊勢力ではなく、愛と、 ホルエムヘブという官僚の手によって行われたために、アメン信仰が復活しても、アメン信観難の政治的影響力は敵に、復活しなかった。メンフィスへの戦とも、アメン信観難の政治的影響力から距離を取ろうと、したためであると言われている。こうしてアテン信仰に伴う一連の混乱に、終止符が打たれると、ホルエムヘブの主導の下、エジプト領南部シリアの秩序を回復することに、 成功した。しかし、トゥトアンクアメン王が後継者を残さないまま治世9年で死亡してしまったため多い継承問題が発生した。これに関連した事件の記録がヒッタイトに残されていた。その記録によれば、エジプトの王妃、ダムハンズがヒッタイトをスッピルリウマ一世の下へ、ヒッタイト王子をエジプトに送り、自分と結婚させてほしいという要請を出したという。 スッピルリウマ一世は、この要請をいぶかしんだが、繰り返し、ダムハンズの要請を受けたために、ついに、王子ザンナンザをエジプトへ派遣することを決定した。ところが、ザンナンザはエジプトに向かう途中、シリア地方で、エジプト人、ホルエムヘブカンによって殺害されてしまった。ザンナンザ王子の殺害は、スッピルリウマ一世を激怒させ、別の王子アルヌワンダ二世の指揮のもとに、 ヒッタイト軍がエジプト領シリアに侵攻した。エジプト軍は初戦で敗れたが、幸いにもヒッタイトで発生した薬病のために大きな損害を出すことなく戦いは時終了した。こうして外国人がエジプト王座を継承する可能性は排除され、最小アイガトとアンクアメンの元を王妃、アンケセンアメンと結婚して王位を継承することになった。愛は アクエンアテンの王妃、ネフェルティティの父であり、アンケセンアメンの母方の祖父にあたる。愛は、トゥトアンクアメンの葬儀を取り仕切り、正当性の確保に努めたが、高齢のため知性わずか4年ほどで死去した。そして、愛王の地位を継承したのは、将軍ホルエムヘブ、二十3 2 1二百2 9 3であった。ホルエムヘブは、 ヘラクレオポリス出身で早くから頭角を表した軍人であったが、その経歴はよくわかっていない。少なくても、アメンヘテプ三世の時代に軍総司令官の座についていた。おそらく、アジア地域における数々の軍公が彼の即位を周囲の人々に納得させたものと考えられる。彼は、アイオーの娘で、ネフェルティティの妹であるムトネジメトと,と結婚して、王家との血縁を確保した。 ホルエムヘブも、高齢での即位であったが、彼に与えられた時間は、愛王のそれよりずっと長く、多くの知識を残すに十分であった。ホルエムヘブにとって最重要の課題は、アクエンアテン王の余るな革命以来の政治的変動によって混乱していた、官僚制の整備であり、半ば監修化していた数々の不正行為を取り締まるととに、軍隊の襟抜きを、官僚、新官に任命し、 さらに、世襲貴族こそ有能な官僚を供給してきたとして、官位の世襲権を尊重することとした。アメン新官団の動向には極力注意が払われ、プタハ神殿やラー神殿に対する保護によって、新官勢力のバランスを保つ方策を取った。こうしたホルエムヘブの活躍によって、エジプト新王国の繁栄は次の時代になお、受け継がれていくことになる。 ホルエムヘブは30年近く統治したが、死死がなかったため王の親しい友人であり、有力者であった最小ラムセスが、王位継承者に選ばれた。ホルエムヘブの死に伴って、差したる混乱もなく、ラムセスが王位を継承、ラムセス一世した。彼以後は、慣例的に、第19王朝に分類されている。歴代王名は原則として、即位名、上下エジプト王名。 誕生名、ラーのコ名の順番によって記録する。途中で解明した王についてはカッコ内に解明した名前を記すほか、一般的に知られている通称もカッコ内に記す。在位年は参考文献、ファラオ歴代史の記述に基づくが、年代決定法の誤差その他から移設が多いことに注意されたい。アメウヘティプ4世、アクエンアテンが、 不応時代に共同を出会ったという説があるがここでは考慮していない。また、共同王として即位した時点から在縁を始めているため、年代が重複する王がいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。